おい、あの人だぜ。また新しい記録を作っちまったらしい。今度は寝るぜなお。47秒で勝ったらしい。やばいな。最近聞いた噂だが、3歳ですでにアワシラを飼ったらしい。マジかよ。どんな英才教育だよ。親もすごいハンターなんだろうな。正確には2歳と10ヶ月だ。英才教育でもね。両親は生まれた時からいなかった。俺は記録を更新し続けているが、もう狩りにはうんざりしている。モンスターが弱すぎる。アイテムなし、防具なし、しまいには武器なしで挑んだ。それでもダメだった。狩りを始めた頃の輝かしい毎日、ギリギリの狩りで痺れる毎日はもうどこにもない。今はもうモンスターと戦っていない。時間と戦っている。もうハンターやめようかな。そのままじゃお前の求めるハンターライフは帰ってこねえよ。あ？誰だあんたは。別に誰でもいいだろ。もうハンターをやめるお前にとってはな。それもそうだ。だがな、あんたに何がわかる。俺は幼少期から狩りだけをして生きてきたんだ。俺には狩りしかないんだ。でもその狩りは俺を選んじゃくれなかった。わかるさ。アイテム、防具、武器、一つずつ取っ払っていくたびに虚しくなる気持ちもな。あんた、なんでそれを。モンスターを狩るだけがハンターか。時間と戦うのがハンターか。今のお前はハンターとしての誇りまで取っ払ってんだよ。ハンターとしての誇り。 TA に挑戦するのはすごく素晴らしいことだ。だが TA には飲み込まれるな。あんたも TA 勢なのか。ああ、同じあんたを見たらほっとけなかった。時間はかかるかもしれないが、新しい一歩を踏み出すことにする。あんたと出会えてよかった。ありがとう。バカ、 TA 勢のお前に話しかけたんじゃねえよ。でかくなったな。Oh.